はははい皆様ここんんんにちはこんばんはヒロです今日はちょっといつもと違って、えーまあ、いつもなのいつも通りなのかもしれませんが今日はねキラーギターについてちょっとダラダラと喋らせて喋らさせてください,、はい。何かと言いますとねいやアメリカでギターセンターとかいろいろなところでキラーギターを、えーまあ、見ることまずないんですよ。 で私も日本に行った時に何年前ですかね結構前ですもう多分78年前だと思うんですけど日本に行った時にキラーの、えー、モデル名すいませんちょっと私はあんまそういうの苦手なのであんまり覚えるのがあの得意じゃないんですけど、えー、高崎さんの形のねああいう形のギター 1> を一本買って帰ったっていうのがあるぐらいで、まあ、それ以外本当に見る機会がないですね。まあ、私の動画の中でもチラッと出したあの黒いやつなんですけど、それがですね、あの、キラギターの、えっ、ー、とね、KG ファシネーターっていうんですか、ファシネーターのセブンダーエンプレスという7弦ギターがギターセンターあったんですよ。一本だけ。それでもう、心ときめきまして、 ちょっとあれ弾かせてくれって言って上にかかってたんでで取ってもらって弾いたんですよそしたらまあ驚いたことに弾きやすい <laughs> めちゃくちゃ弾きやすくって7弦ギターなのにいやさすがにね7弦ギターなのに6弦の,6弦の間隔で弾けますとは言いません7弦で1本弦が多い分当然ネックはこうねあの幅が広くなってるんですけども 7弦、1本分増えたというよりもね、なんかね、6.5弦ぐらいの幅なんですよ。ほんのちょっと増えたなっていう感じで、私、7弦はアイバニーズの RG7321 っていう7弦ギター持ってて、あれは露骨に7弦なんですよ。<laughs> あの、スケールは通常のね、25.5ですかね、のスケールなんですけど、 弦の,、ね、この幅,幅っていうんですかねあそこは1弦からこう7弦までの幅はやっぱちょっとね大きくなってさすがに7弦だな握りにくいなっていうのは正直あってあんまり弾いてたら楽しくないんですけどこの KG ファシネーターの7弦ギター、まあ、いわゆるあれですよね先モデルってやつですよねあれめちゃくちゃ弾きやすくって7弦ギターにもかかわらず親指ね出るんですよグッと。 こうぐった時にグッと7件出るんですよ親指がグッ出てあれえらいなんか弾きやすいなと思ってそれでまあ23フレットあたりならまだしも普通の7フレットぐらいのあたりでもう親指出るんですよぐっとだからすごく弾きやすくて握りやすいし で、なんか不思議な感覚なんですけど私がアイバニーズの RG の7321を弾いてる時っていうのは7弦目の弦がすごくこう紛らわしくって結構間違うんですよねなんか間違って弾いちゃったりするんですけどそのキラーギターに関しては KG ファシネーターですかに関しては間違いないんですよブリッジに手を乗せる時の感覚がなんかねこう。 ちょうど6弦 1,、えー、と1弦から6弦までのところに手が乗る感じで7弦目がプラスアルファみたいな形でまあ通常のギターのように弾けるんですよで音があれインベーダーがリアに入っててまあ私もインベーダーのピックアップは使ったことあってすごい歪むのでこれは音がちょっと言葉悪いですけど下品な歪みするんだろうなと思ってたところ 意外と歪みがそんななに激しくなくって、まあ、もちろんピックアップの高さの調整とかいろいろあると思うんですけどそんなに激しく暴れないんですよね音がインベーダーなのにそれでむしろ、えー、ちょっと歪みが足りないぐらいあの一、ー、つペダルかまそうかなオーバードライブをブースター少し入れようかなって思わせるぐらいの。 ままあなんて言いますかね7割ぐらいの気持ちいいオーバードライブひずん,んでるんですけどザクザクまでいかないぐらいのレベルの音が、まあ、ボスの刀アンプ刀マーク2ですね私が大好きな <laughs> 大好きなのアンプを使ってギターセンターで試走させてもらったんですけど非常に弾きやすくて正直びっくりしました、うん、というお話ですね。<laughs> <laughs> えっと、えー、近々、レビュー、製品レビューはあるのかっていうところなんですけど、今ね、迷ってます。うん、まあ、もしかしたら製品レビューするかもしれませんし、しないかもしれませんが、もし、あの、チャンスがあればですね、ぜひ、あの、お店にね、多分展示してるギターかなと思うんです。いろいろ私もわからなかったので、ネットでググりました。めちゃめちゃ、えー、き昨日、今日、一日すっげえググりました。で、その付け焼き場的な知識で今喋ってて、大変恐縮なんですけど、 あのギターはさきさんの要望のスペックで作られたようなので市販品と彼女とは基本的には同じデザインというか同じスペックだというふうにえまあ記事で読んだのでおそらく手の握りがまあ女性用に少し薄くなってたりとか,なんか握りやすくなってるのかなということは裏を返せばえまあまあおっさんの手で握ればですね親指が出るんですよ。これは まあ,ありかなと思ってます、うん、ちょっとね迷うとこですね。だってこれアメリカで出会うチャンスなんて多分もうないかなと思ってであればうーんね <laughs> というとこです。はいということで、えー、このギターですね本当にいいギターです。7弦私ががにまあ興味があって結局 の7弦を買って、えー、伸びなかったのはこう手が伸び、あまり引かなかったあまり引いてないのはやっぱりねたった1弦増えただけなんですけどものすごくそのネックの握りのフィーリングの違和感をすごく感じるのとミスピッキングしやすいその要は6弦目と7弦目を混同してしまうんですね。なんか非常にに引きく,くって間違っちゃう なので、えー、まあ7弦に手を出したのはやっぱり音の広がりをもう少しね、えー、6弦よりももう少し低い音鳴らしてみたいなとそれはチューニングを下げるとかの話じゃなくって現在のレギュラーチューニングプラスアルファで下のもう少し音が出たらいいなとという発想から、えー、7弦の興味があって手を出してたんですけどアイバニーズの方でですねちょっと私の中ではハマらずにまあ 家の中にずっとある状態だったんですけどこのキラーギターのファシネーターの7弦ですねめっちゃ弾きやすいんですよ。<laughs> で私が私どんなに頑張って7弦ギターをずっと弾こうと思ってこう出してアイバニーズの弾いてても結構飽きちゃってすぐにしまうんですけどこのキラーギターに関しては飽きないんですねずっと弾き続けちゃうんですよね。だから多分 うん、もし7弦で弦が一方増えたことで弾きにくいなとかなんかその辺を悩まれてるとかでも7弦やりたいなとかってお考えであればこのキラーギターのねファシネーターの7弦おすすめですよ。<laughs> こんな簡単にプロモーションするわけはいかないんですけど勝手にプロモーションさせてもらってますけどもこのギターは僕はありかなと思ってあの考えております。 はいえーまあ、もしですね、まあ、日本の方がこのギターに出会うチャンスは当然ね、えー、私なんかよりも全然はるかに多いと思いますので是非ですね7弦ご興味のある方一度取ってみて、えー、弾いてみてください疾走してみてください多分ね気に入ると思いますいいギターだと思います。 はい。ということで、今日は、えー、大変申し訳なく、えー、私の個人的なこう頭の中の葛藤をですね、勝手にダラダラで喋らせていただいたんですが、おそらくこのギターを買いたいな、どうしようかなって迷われている方の、まあ、何かこう、参考になるようなお話かなと思って勝手に今日はシェアさせていただきました。最後まで見ていただき、どうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それから、各種 SNS です。 ツイッターとインスタグラムそちらの方もやっておりますので、えー、ぜひフォローの方お願いします。ちょ概要欄の方に詳細書いておりますのでそちら見ていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。